はい、どうもロブソンです、ね、今年もやってまいりました、マイベスト芋焼酎ということで、昨年度もですね、まあ、この企画ちょっと何年度っていう、こう3月で区切ってるんですけども、2018年度はですね、何本だったかな、7本とかなんかそのくらいの、可愛らしい消費量だったんですけども、芋焼酎、マイベスト芋焼酎。2019年度はですね、だいぶスケールアップしまくって、スケールアップしまして。っていうかまあ、要はね、そんだけ消費した、飲んだっていうことなんですけど。結構芋焼酎好きっていうことがですね、まあ、周知されるようになったら、結構ね、もらう、お土産でもらったりっていうか、まあ、ね、もらうっていうことも結構増えたりしてですね、まあ、自分で買うのが単純に今までね、こう、一本買ったら、こう、しばらくそれを、こう、ちびちび飲んでってっていうのが、とりあえず2本買っといて、とりあえず2本買っといて、今日はこっち、今日はこっちって、こう、交互に飲んだりしてですね、まあ、単純に消費量が、まあ、2倍になって、で、なおかつもらったりして、3本とか、こう、常備するような感じになってですね、まあ、結構、消費量増えました、2019年度。なんで、まあ、どのくらいになったのかな、全部で何本ぐらいなんですかね、まあ、じゃあちょっとせーので言ってみましょうか、せーのでドンっていう感じで、せーのドンっていう感じで、はい、なんか瓶で埋め尽くされちゃって僕ちょっと映らなくなってしまいましたけどね、ちょっとどうしますかねこれ、ちょっと何本あるんだろう、 2の4の6の8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2の4の6の4のと2の4の6 26本ですね、この1年間で26本飲んでまいりました。でこれどうジャンル分けしようかなって、昨年度はですね、まあ、フルーティー部門と総合部門で1位をこう選出したんですけど、ちょっとね、これなんかもうこの境目どうしようかなと思って、まあ、あれかな、なんか、どうしようかな。こっちから順番に行ってみようかな。力順番に紹介してみましょうか。なんかもうこう瓶からこうね、なんか顔が生えてるような感じになんかなってしまいます。まずじゃあいきなりちょっと変わり種ですけどね、こちら。前田リエモンさんですね。映ってるのかな、これちょっと後で写真にした方がいいかな。これですね、まあ芋焼酎なんですけども、こちら初めてこう黄色い麹のですね、芋焼酎飲んでみたいなと、今までこう黒麹か白麹のものしか飲んだことなかったんで、黄麹のものをですね、初めて飲んでみたんですよね。日本酒とかに使うやつらしいんですよ、黄麹って。なんだろう、芋感はあんまないです、なんか酒っていう感じ、酒感かな。で、芋感っていうよりはこう酒感によった感じで、うん、なんか特別でもね、その黄麹ゆえにどうっていう感じでもなかったかな、うん、っていう感じですね。はい、前田理恵、でこちらちょっと後ろ隠れてます、これも黄色いラベルの、成功うどくですね、はい、成功うどく、なんだっけ芋焼酎と米焼酎の、ハイブリッド焼酎ですね。米焼酎を前飲んで割とこう好きなんですよ、米焼酎も。でまあハイブリッドになるとどんな感じなのかなと思ったけど、まあまああれですかね、個人的にはなんか芋焼酎は芋焼酎がいいかなっていう感じでした。はい、これで美味しいですけどね。で、こちら、田園三年貯蔵の、エンベレシーダっていうですね、ウイスキー樽で仕込んだ芋焼酎ですね。田園さんっていう
酒造さん会社が作ってる、芋焼酎で、そう、音楽仕込みって書いてあるの、どういうことなんだろうなと思ったら、なんかですね、そのウイスキー樽にトランスデューサーっていうのですね、なんかクラシック音楽を樽にこう流してるらしいんですよ。まあ音楽でですね、仕込まれてるっていう。柑橘系の華やかな香り、まろやかでフルーティーな味わいって書いてありますけど、結構ですね、なんか芋っていう感じはしなくて、本当なんかウイスキーなんですよね、香りが。ウイスキーっぽい芋焼酎。これなかなか美味しかったですね。はい。そしてあれ今飲んでるやつですね。今飲んでるやつ、霧島のしびた工場、まあ、霧島酒造のしびた工場の、原酒ってやつですね。原酒、原酒ってことですね。アルコール度数 36% あるんですよ。普通は25度とか20度とかが多いんですけど、これ 36%。でなんか檻とかがちょっと浮いてたりしてですね、まあこれなんか癖の強いお酒なのかなと思ってちょっとこう期待して買ったんですけども、原酒意外とですねすごいスッキリしてて、まあ度数強いんでね、なんかストレートだとかなり強いアルコール感が強いんですけど、適度に割るとですね、スッキリして飲みやすかったですね。そんなに癖がない原酒、霧島酒造の原酒。でこっからあれですね、土産物コーナーに入ってきますね。土産物コーナー、これ秩父に行った時にお土産で買ったですね、牛丼っていう芋焼酎ですね。牛が、まあのんべえな感じですね。牛丼これがですね結構好みの味で、なんか太白芋っていう芋を使って、ちょっと白麹ですか、このなんか結構ねごっつい感じのラベルなんですけど、黒くて、これでですね太白芋っていう芋に白麹で作られていて、これが美味しかったですね。かなり秩父のお酒、牛丼、なんか結構フルーツ、甘いフルーティーな甘みが、すごい好みでしたね。太白芋っていう種類が結構好きなのかな。ね、また秩父に行った時にはぜひ買いたいですね。こちらもお土産物、万有期、万有期ね、なんかアロマンのある名前ですけども、亀壺貯蔵万有期、茨城ですね。買ったのがね栃木なんですけど、まあ、栃木のなんかそういう牧場みたいなところのお土産で売ってて、茨城の焼酎ですね。これなんか昔違う、昨年度紹介したですね、紅風車っていう、足利フラワーパークのお土産の、芋焼酎にちょっと近い雰囲気を感じました。結構そういう、なんつったりなの、こうフルーティーな感じ、華やかな感じのあれでしたね。結構意外な感じでした。はい。お土産。はい、こちらも土産物ですね。徳島に行った時に、買ってました。ばあちゃん家に行った時に、ナルト金時黒ビザン、もういかちラベルですねこれね、黒ビザン、900の瓶に入っているので、結構土産持って帰るの大変だったんですけど、美味しかったですこれ。なんだっけ、昨年度がですね、里娘っていう紫色の瓶に入ってるやつにしたんですけど、同じ会社が作ってたんだっけな、確か。はい。徳島のですね、酒造さん。まあ甘くて美味しかった。なるときの時やっぱうまいですよね。普通にさつまいもで食べても美味しいし、もう焼酎にしてもやっぱその甘みが残っていて、大変美味しかったでございます。はい。で、前から言った方がいいかな。またこれ、またちょっと全然違う、いつも飲んでみたかったね、プレミアム焼酎っていうところにこう棚に置いてあるですね、まあ、魔王ですね。まあ、芋焼酎飲んでる方だったら、まあ、大体飲んだことあるんじゃないかと思うんですけど、魔王、まあ、4720で、ミリリットルで4000いくらするんでね、ちょっと、まあ、どんなに美味しくても、そんな買えねえだろっていう感じなんですけど、魔王、
結構ね、なんかね、芋っていう感じはあんまりしなかったです、個人的には。なんかあのお酒、なんか日本酒とも違うんだけど、なんかこうお酒のね、なんかいい酒だなっていう、お酒感がやっぱりなんか強い感じがして、もうちょっとこう芋しい方が好きかなと思いましたね。はい。そしてこちらよ、なばき南の白い亀と書いてありますね。僕千葉のお土産なんで、亀が来るとこなのかもしれないですね。なばき、これなんですね。このなばき、南の白い亀なのに、あのベニヤズマが使われてるんですよね。ベニヤズマもね、やっぱ甘くて美味しいです。美味しかったです。はい。これもね、また千葉に行く機会あるかな、あるかわかんないけど、千葉に行った時にはまたぜひ欲しいですね、なばき。そして、あ、そうだ、これ昨年のフルーティー部門1位で選ばさせていただきました、金京かなですね。リピートしております。これちょっと常駐しときたいなっていう感じで、これ気に入ってますね、金京かなさん。そして、同じフルーティー部門ですね、もうこれ、赤根霧島。まあこれはね、多分説明の必要もないかなっていう感じで、玉あかねっていう、もう南国のフルーツのような香りのするですね、フルーティーな芋焼酎です。ちょっともうフルーティーすぎて、なんかやっぱり芋っていう感じがあんましないんですけど、爽やかで、まあいいですね、こうたまに飲むのにいいですよね、季節ものって感じですかね。でこちら、山猫さんですね。山猫さん、動物シリーズ、まあそんなのあるかわかんないですけど、山猫、これは誕生日にですねもらったんですけど、うまかったです。なんか濃いんですよね、芋感、芋しさがかなりあって、好きですね、これはかなり好きです。まあ、ただこれもですね、店によってはプレミアム焼酎の棚にあって、いかがだな、2000円半ばぐらいかな、3000円はしないぐらいのですね、ちょっとまあ店によってはプレミアム焼酎になってるやつですね。で、その隣も、あ、このプレミアム焼酎に並んでるやつですね、佐藤の黒、一度飲んでみたかったっていうか、これはですね、もともと居酒屋でグラスで飲んだんですよね。グラスで飲んだら500円とかだったんですけど、うまかったんですよ。なんかね、すごいこれ濃い。もうね、山猫と佐藤の黒、割と味の系統としては近いのかなって思うんですけど、佐藤の黒の方がさらに濃い感じですかね。もう芋しさにもうみなぎってるっていうか、もう、黒霧島のトロッとキリッとを通り越して、なんかドロッとグモッとみたいな、なんかすげえ濃いんですよ。でもこの芋感はやっぱり一番ですかね。芋感が一番ある感じ。どっしりしてる。うまいっすね、これ。で、このなんかね、なんだろう、よく振ってお飲みください。海鮮後はお早めにお飲みください。っていうですね。開けたらお早めにお飲みくださいって、酒でそうやって書いてあるのって、芋焼酎でそういうね、早めにお飲みくださいって書いてあるの、これ初めてなんですよね。そう、鮮度が重要なのかなっていうのが、結構意外な感じで。蓋もなんかね、変わった蓋なんですよ。なんかこうペリペリペリってこうプラスチック剥がして、こうキュッキュッっていうね、ネジ切ってある蓋じゃなくてですね、ちょっと変わってるんですよね。ね、佐藤の黒、これもぜひまた飲んでみたいですね。はい、で、どこまで行ったっけ、後ろちょっとやってなかったですね。七久保芋さいさいですよ。彩っちゃってるんですよね、これ。年に一度紅、紫、黄金千貫、多彩な芋の原種を独自にブレンド、それぞれの原種の個性を生かしながらも統一感のある味わいに仕上げた七雲芋さいさい。ですね、毎年新しい表情を見せる一期一会の芋焼酎なんですよ。毎年そのブレンドが変わるってことですかね。僕買った今年のうまかったっす。なんかね、飲むたびにね、ほんとそのいろんな、なんだろう、いろんな味に感じるっていうか、あ、今紅芋だ、あ、今紫芋だみたいにですね、結構飲んだび表情を変える
なかなか面白いお酒でしたね。また今年度も出るのかな。そしてこれ、これ前回も紹介したダイヤメっていうやつですね。ライチのお酒です。違う、芋焼酎なんですけど、ライチのような香りがする、なんだっけな、紅熟芋っていう、なんか熟成させた芋で作ってるみたいなんですけどね。ダイヤメ、試供品のちっちゃい瓶で昨年の飲んで、これ、ね、なんか面白いなと思って、ちゃんとですね、この900の瓶で、今回は買いました。夏に炭酸割りで飲むのがいいですね。爽やかで。ライチのお酒。はい。そして、これも今飲んでるやつですね。今飲んでるやつ、クジラ。これラベルが可愛いなと思って、クジラさんが書いてある。動物シリーズですかね。動物シリーズ、クジラさん。多分、黄金千貫じゃないかなと思うんですけどね、原料。結構、はい、なんだろうな。黄金千貫っぽい味。ああいう感じの味でした。なんか特別なんかこうなんだろう、こう特徴を挙げようとすると、なんか黄金千貫の芋焼酎ってなんかあんまりこう特徴を言い表すのがちょっと難しいなと思うんですけど、この七久保のですね、こっち青い普通の七久保、これも黄金千貫なんですけど、これとかに近いイメージだったかな。なんか大海酒造さんっていうね、このクジラ、本当に大海原を感じる、こういうなんか七久保のこういう青い瓶とか、まあこういうイメージ、はい、系統ですかね、強いて言えば。でこちらも、動物シリーズ、モグラ、ドリューと書いてモグラですね、モグラ。このね、ラベルがなんだろう、このもそもそした紙が貼ってある。これもうまかったですね。これも黄金千貫なんですけどね、かなり芋感強くて、なんだろう、濃い、これも濃いです。濃いですね、芋々しい感じ、芋々しい黄金千貫。そして、荒技桜島、なんかね、なんだっけな、モンドセレクションだっけな、なんか違うな、インターナショナルワイン&スピリッツコンペティションに2013年度で最高賞&金賞を受賞したやつらしいですね。磨き蒸留っていう荒技を使って作られた桜島。はい。このなんだろう、黒霧島デリシャスペンタゴンみたいなですね、丸みがすごい、まあやっぱ磨き蒸留ゆえに磨かれてんですかね、なんか丸みをすごい感じて、まあでも黒霧島ほど重くない、丸くて軽い感じ。美味しかったですね。丸み。なんだろうですね。はい、さあどんどん行きましょうか。現状銀的、現状銀的、これはですね、これもなんだろう、黄金千貫だったっけこれ原料書いてないのかな。でも黄金千貫、そうですね、黄金千貫ですね。やっぱ現状銀的、アルコール度数が 20% っていうのを今まで飲んだことなくて、ちょっと 20% どんなもんなんだろうなって一回買ってみたかったんで、現状銀的飲んでみた。これもですね、その なんつったらいいんですか、黄金千貫ですね、このやっぱり七久保のブルーの、これを基準にして、これにこう近い感じですかね、このクジラさんとか、まあ健常に見てきたのと、はい、黄金千貫系で。そしてこちらは、中又さん、中又っていうお酒ですね、中又さん。こちらがですね、ジャズギタリストの泊丸翔さん一番好きだという芋焼酎でおすすめしてもらってですね、いただいたんですけど、アルコール度数 28% ってちょっと高い、普通のよりちょっと高いアルコール度数で、確かにね、芋感もあり、度数が高いからか、酒っていう感じも、酒感もあり、芋感、酒感で、かといって別に飲みにくいわけでもない、結構飲みやすいんですよ。もう絶妙なバランスがですね、まあね、こうちょっときっといろんなお酒をこう飲んできた方がですね、うなるというか、まあそういうちょっとこう玄人向けなお酒なのかもしれないですね、中又さん。美味しいですね、これも。なかなかね、売ってるお店がないんで、そうですね、ちょっと、薩摩村ですね。村、これ
まあよく見るやつ、あのこの黄金線なんですかね。原料書いてないですけど、この中は黄金線岩系の味でしたね、村。うん、なんかどうしようもう説明がだんだんちょっと雑になってきましたけど、まあなんだろう、うん、そう、そしてこの一個門の青、こちらもですね、黄金線岩なんですよ。なんか黄金線岩ね、はい、黄金線岩、なんか黄金線岩の説明どうしようっていうね、うん、なんかでも芋焼酎のこう理想の芋っていうのは黄金線岩らしいんでね、黄金線岩をこうなんだろう突き詰めていくときっとね、なんか面白いんでしょうね、芋焼酎作ってる人としてはね。うん、そして、魔界への誘い、まあ、この魔王と何かの関係性があるのかなって思うんですけど、別に作ってるとこは、一緒じゃないんですよね、特に会社は同じではなく、魔界へ誘われるやつですね。これも黄金仙岩ですね。魔界への誘い、荒越色か、そこもやっぱ結構濃い感じしますよね。濃いでも飲みやすいんですよね。なんだろう、まあ甘いですけど、まあやっぱなんか黄金仙岩の説明がどうしようっていう感じで、どうしよう、グダグダになってきてしまいました、すいません。なんか作ってる方に本当に大変申し訳ないです。はい、そして最後にやってました26本目、これはもらったんですけども、紫芋を使った炭火焼き芋、紫鬼火、鬼火っていう芋焼酎があるんですけどね、鬼火をまあ飲んだことないんですよね、普通のやつ。紫芋の鬼火、これなんか炭火焼きらしいんです。焼き芋焼酎昔飲んだ時があって、それかなり結構焦げ臭いぐらいに、あ、もっと焼き芋だなって思ったんですけど、この紫や鬼火のですね炭火焼き芋はそんなに焦げ臭くないっていうか、焼き芋なのこれっていうぐらいですね。まあ、炭火焼きだから、いわゆる闇焼き芋とはちょっと違うのかな。結構飲みやすいんですよ。全然そんな、焦げ臭くなくて。で、紫芋、赤霧島とか、紫芋を使われてるんですけど、まあ、そういう系の味ですね。美味しかったですね。はい。ねえ、紫芋。紫芋の芋焼酎も結構ね、あるんですよね。紫の関戸場とか。あんまり紫芋をそう探求したことがないんですけどね。やっぱ赤芋、紅芋系が好きだなっていうことで、でも今回そんなに赤芋、紅芋系を選ばずですね、黄金仙岩をかなり、探求してしまった感じですかね。なんだろう、やっぱラベルとかでね、こう可愛いなとかいうのがあると次買っちゃうっていうのもありますしね、瓶のデザインっていうのはかなり重要かもしれないですね。まあそんな感じで、まあ、26本紹介してきたわけですけども、特別そうですね、やっぱ印象に残ったやつっていうのは、ああそうか、今回そうですね、昨年度はもうちょっと全然手出そうっていう気にならなかった、あのプレミアム焼酎に、芋焼酎、プレミアム芋焼酎にちょっと手を出したっていうところが今回の大きな、何ですかね、まあ特徴というか、まあ、プレミアムの中ではですね、まあ、やっぱ佐藤の黒が一番好きだったかなっていう感じなんですけど、まあ3500円以上するやつ、うん、そしたらまあ2000円台の山猫もかなり魅力だなと思いますね。山猫、うん、やっぱ味で言うと、やっぱこのここら辺、この黒、佐藤の黒と山猫がちょっと圧倒的にうまかったですね。あの重み、芋芋しさ、芋感、芋芋芋っていう感じで、味、単純にもう味で選んだらこの2本がかなり好みだったかなという感じです。まあ赤芋でも紅芋でもないような。あれ山猫ってなんだっけね。山猫ジョイホワイトなんですよね。ジョイホワイト。なんだ。まあ赤芋紅芋ではないですね。でもうまかったです。
で、まあ金清甘露さんもですね、引き続きこうもう常備しときたいなっていう感じで好きですね、やっぱ。なんだろうな、いや、みんなうまいっすね、みんなうまいっすね。なんかこう、なんだろう、赤根霧島とかこうダイヤメとかはですね、やっぱりあのたまにっていう感じ、季節ものっていう感じかな。そう、その時期にあったやっぱり芋焼酎を飲むっていうのがベストなのかもしれないです。旬なもの、うん、季節でね、あの暑い時期にあった、まあ、ロックとかソーダ割りとかがうまい芋焼酎を飲むのがいいし、冬はね、お湯割りは基本みんなうまいですけど、魔王とかはですね、あんまお湯割りをおすすめしてないんですよね、裏に書いてあるのを見ると。ストレート、常温、室温ストレートがとか、まあロックがですね、一番おすすめな飲み方っていう。確かにストレートで飲むとかなりうまいのかもしれないですね。飲み方とか季節とかそういうのも重要なんだなっていうのがすごいこう勉強になりましたね、今年度は。まあ2倍3倍っていう消費量になってきてしまったんで、ちょっとそうですね、もうちょっとあの税金も上がったことですし、ちょっとお酒控えた方がいいのかなっていう気持ちもありますしね。まあそんなに毎日1日1本とか飲むわけじゃないですけど。あ、で、あの黒木、前回のあの総合1位をですね獲得した黒木島デリシャスペンタゴンも飲んだんですけど、まああれね、ちょっと瓶を捨ててしまったんで今回ないんですが、あれも、もうなんだろうな、ちょっと紙パック仕様のちょっと導入して一本常備しときたいなっていう感じはしましたね。あれもなんか、あのとりあえずこれから、とりあえずそのデリシャスペンタゴンと金清甘露さんからとりあえずそこからっていうのもちょっと考えておりますね。あとはあのどっか旅行に行ったら土産物の芋焼酎をなんか一本買ってくるっていうスタイルで、これからも、芋焼酎楽しんでいこうと思っております。はい、まあ、そんなところですかね。つらつらと説明してきて、息が切れておりますか。そんなことで、また次の動画でお会いしましょう。